呼びですか、ドクター。私、ドクターと一緒にいられるのがとっても嬉しいんです。ドクター、ケルシー先生がドクターはもっと健康に注意すべきだって言ってましたよ。簡単に言うと、食べ過ぎないようにです。あのね、ドクター、妹にね、もし横暴な態度をされたら絶対に教えてくださいね。あの子は私が直してあげないとダメなんです。ケルシー先生が教えてくれることってすごく役に立つんですけど、やっぱり難しいですね。でも栄養学はもともと得意だったからうまくやれてると思いますよ。ドクター、眠っていらっしゃるんですか？ゆっくり休んでくださいね。睡眠を十分にとるのは大切なことですよ。医師見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日からドクターとロドスの皆さんの健康管理をしていきますので、よろしくお願いします。なるほど、そういうことですね。失望はさせません。皆さんのことは私がお守りします。わかりました。皆さんの命、私がお預かりします。それではまず効果が持続する秘薬を用意して、あの、私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。治療の用意を怖がらないでください。ドクター、よいしょっと。ここは安全です。目を覚ましてください。もっと早く傷が癒えるように手伝います。皆さんが傷を負ってもこの杖でしっかり治療してあげます。皆さんが無事であることが私にとって一番の励ましになります。ドクター、皆さん怪我はないでしょうか？ダメ、緊急治療を。何かお手伝いしましょうか？あら、ドクター、新作の栄養ドリンク試してみませんか？アークナイツ。ドクター、これを食べてみませんか？